皆さんおはようございます。暖かくなってきましたね。まあ、ちょっとねでも今日は天気がね下り坂で雨が降りそうですけど、もうお彼岸なんですね。で本当はお墓参りね、私も四国行きたいんですけどね、まあ従業員がいないんでね、まあ、休みも取れないっていうか、もう7年間1日も休み取ってないですよ、私お盆も正月もうちを営業してます。元旦も大晦日もまあね、身内の不幸の時はね休み何日か取りましたけど、それ以外は休み取ってないんですよね。まあ年中無休っていうのもね、いいんだか悪いんだかね、やっぱりこうメリハリがつかないんでね、こうお彼岸ってことは春分なんでね、まあ、昼と夜の長さが一緒で、まあこれからだんだんと、昼間が長くなってくると、まあ、一つの区切りなんでね、ちょっと一回ね、今一度こうピシッとこうね、昔で言えばふんどしを締め直すっていうのかな、今だとねボクサーパンツだったらピシッとこうパンツをこう履き直してみるっていうか、まあ私はブリーフ派なんでね、ドーダパンツっていうんですか、もっこしパンツっていうんですか、どうもねそれじゃないと締まんないですよね。トランクスはダメですね。トランクスは絶対履けないですね、私はね。まあ、履いてもボクサーパンツでしょうね。まあでもずっとブリーフなんですけどね。そんなこと誰も聞いてないっておっしゃる通り。ね、まあちょっとね、だから一つの季節の変わり目というか区切りにね、こう、まあ、今日ちょっとこの後ね、まあ、部屋がだいぶ散らかってきたんでね、お店がね、片付けをしたいと思います。まあ猫がいるんで毎日お掃除はしてるんですけど、どうしても散らかってきちゃうんでね、ちょっと今日は、片付けをしようと思ってます。そろそろね、ネックスの 5R もね、一郎君によく言われてるんでね、そろそろネックスいつ使うんですかって、そろそろね、ちょっとこの次の動画くらいネックスで一回撮るのかな。ね、やっとも充電も終わったみたいなんで、ずいぶん時間かかりましたよね。まあでもね、この間ちょっとつまんないね動画で、もう私は気に入ってるんですけど、夕日、こう夕日っていうか、夕方のね景色で、まあ本当朝焼けもすごい綺麗なんですね。できれば朝も撮りたいんですけど、最近早起きできないんでちょっとあれなんですけどね、朝焼けもすごい綺麗なんですよね。まあちょっとねつまんない動画で申し訳ない、またそんなのも上げていきます。やっぱりねハンディカムが撮りやすいですね。楽ですよねハンディカムだと。まあ、ただこう遠い風景だとどうしてもピントがねやっぱ迷っちゃいますよね、オートでやると。このハンディカム、まあ、あの辺はどうなんですかね。あと結構手前にフィルターこれつけちゃってるんで、猫の毛が入んないようにフィルターで夜暗い空とか映すとこうフィルターで焦点合わせちゃうような、そんなところもありますよね。なかなかやっぱり使い込んでいかないとね難しいですね。まあ、そんなわけでちょっと今日は全然話題もなくて申し訳ないんですけど、お彼岸なんでね、皆さんもぜひお墓参りに行かれてください。ご先祖っていうかね、あと、まあ無良心で亡くなられてたり、お身内の方が亡くなられてたりねする方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そうじゃない方もねぜひお墓参りってね、まあ、この時期はいいですよ。夏は暑いしね、冬寒かったりするんですけど、この時期だとそんなこともないですしね、まあ、ちょっと花粉が飛んでますけどね、いいと思いますよ。こう先祖に向かい合うっていうのはね、手を合わすっていうのはこう自分と向き合ってるんじゃないかって私は昔から思ってるんですけどね、誰でもないんですよね、自分と向き合ってるんですよね、お墓参りって。まあね、お墓もたまにはお掃除してね、今だったら蚊もいないしね、いい季節だと思うんで、ぜひお墓参り行かれてください年寄り地味だね説教で申し訳ないですけど、まあそんなわけで皆さん今日は行ってらっしゃい。チャオ。